はい、こんにちは、おやじです。お昼ご飯、晩ご飯、兼用の時間に来ました。3時33分でございます。今日はこちら、昨日買った天丼、季節野菜の天丼、エビがね、1本だけ乗ってるんですよ。またね、いろいろ食べれなそうなのもありそうなんですけど、食べていきたいと思います。そしてこちら、チャーシュー麺を作ろうと思って買ったチャーシューをそばに入れました。チャーシューそばにして、さらにこのぶっかけ漁師飯、これはね、だしとかも出るんで、これをね、ここにもさっとこう入れちゃいましょうと。海鮮チャーシューそば、いいんではないでしょうか。そしてこちらね、昨日買った缶詰、ネギサバ焼き鳥ゆずポン酢、こんなのも食べていきたいと思います。それではね、いただきますよ。もうこのネギサバは今日いたらなかったね。ゆずポン酢もなかった。ごぼうイワシはあったけど。ちょっといただきます。やっぱエビは最後だね。これいこう。私嫌いなししとう、いただきます。でもピーマンもそうなんですけど、この苦味をね、美味しくまでいかないけど、しめじだね。食感もいいわ。美味しい、美味しい。舞茸よりやっぱりしめじの方が食べれる、まだ。お芋、でかいわ。この時期ね、さつまいも。しっかり甘みがあって。ほんとさつまいもは難しくて、パサパサになっちゃうんですけど。じゃあおそば。なんか熱い、熱い。この丼熱いんだよな。めんつゆにね、牡蠣醤油も入れて、より海鮮さをね、演出しました。海苔がいいわ。このスーパーのチャーシュー美味しい。今日はね、母親と買い物なんかも行ってきて、楽しい休日をね、過ごしてきましたよ。美味しいけど暑いわ。で、別れてからはハードオフに行って、このノリフリーいいわ。ぶっかけ漁師飯、久しぶりに行ったハードオフのね、動画なんかも撮ってきました。缶詰はなんか湯煎するといいと聞いたことあるけど、まずはゆずポン酢焼き鳥、このぐらいのサイズかな。おいしい。ずいぶんあっさりよ。
で、結構硬いな、お肉が。そういう印象あります。気になるのはこっちよ。うわっ、ネギ、サバ。ネギは入ってんのかな。あ、でもネギの香りがいいわ。あ、でかいでかい、もう切り身が入ってんだ。ちょっと刺しちゃおう。刺しちゃダメだな。あ、崩れちゃうわ。ほら、こういう感じで切り身が入ってんのよ。これ間違いないでしょ。うまっ、これうまい。で、下にネギが敷いてある。ネギとろとろ、うまっ。これ相当うまいわ。170円とちょっとお高かったんで1個だけにしたんですけど、3、4個あったの買い占めてもよかったな。ご飯にかけて丼でいきたい感じ。何こっちかな。ネギサバうまいわ。ご飯にね。うん、骨が、おお、うまっ、うまいな。大きいネギあった。ネギうまい、ネギがうまいわ。一味、ネギサバ想像超えるわ。うん、一味いい。スープおしば、いや、おいしいね。うん、これも美味しいんだけどね。まあ缶詰だなと、焼き鳥の缶詰だなって感じ。うん、皮は柔らかくて美味しい。
うん、でもあっさり。これちょっとご飯いいかな、このタレは。うん、まあでもこれをびっくりしたのは、サバ、ネギサバ素晴らしいわ。うん、ほんとこれはちょっとね、美味しすぎるわ。ちょっと一回天ぷらをどけてさ、このタレごとかけたい。これもうワンサイズでかいなってもいいな。ここね、ここ、うん、ミラクル、ミラクルだね。かぼちゃ、あれ動画大丈夫かな、時間が。かぼちゃうまっ。うん、うまい。タレのご飯うまいな、缶詰のね。うん、じゃあエビいっちゃいますよ。シフォーごといっちゃうか。うん、完食。はい、ということでね、ごちそうさまでした。今日はね、季節の野菜天重エビ入りチャーシュー海鮮そば、海鮮チャーシューそば、そして缶詰からね、ゆずポン酢の焼き鳥、ネギサバ美味しかったです。ネギサバ特に美味しすぎてね、びっくりしました。もしね、見かけたらね、皆さんもちょっと買ってみてはいかがかなっていうね、おすすめできるぐらいの美味しさでありました。ちょっと破っちゃったんですけど、こちらになりますね。はい、ってことでご視聴の方ありがとうございました。おやじのね、食卓へ足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた。ごきげんよう。あっつ。